こんにちは、持ち帰り応援団団長です。先日土曜日9月14日ですね、銀座のチューダーオープンとなりました。ニュースにもなってましたね。スイスの腕時計ブランドチューダーが日本初の路面旗艦店チューダーブティック銀座を出展するオープン日は9月14日ということ で、私ですね、オープニングセレモニーの翌日、一般営業の初日となった9月15日に行ってまいりました。お店の方にもいろいろ質問してきましたので、お役に立てる情報があるかと思い、本日はその報告動画でございます。あと後半はずっと行ってみたかったセイコードリームスクエアのレポートです。プロスペクスとアストロン見てきましたので、そちらの情報も合わせてお伝えしていきます。本日も最後まで楽しんでいただければ幸いです。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずは皆さん気にされているチューダーの新店舗、場所はどこかというと並木通り沿いですね。まさにブランド時計の正規店のメッカともいえる場所です。同じ通り沿いにはロジェ・デュブイ、ジャガール・クルト、オメガ、ランゲ&ゾーネ、タグ・ホイヤ、ウブロと並んでおりまして、道の反対側にはアニブランドであるロレックスがあります。ルイ・ヴィトンとベルルッティもこの近くにありますね。でチューダーは2018年正規に日本進出を果たし、これまでデパート内など10店舗をオープン。路面店としての出店は今回オープンの銀座が初となり、チューダーブランドの日本旗艦店の登場となりました。9月14日のオープンの日は朝11時から整理券を配って人数を限定してのプレオープン。お店の方のお話では整理券は50枚配ったとのことでしたが、11時の時点で30人以上が並んでいたとのことで、11時過ぎてすぐにはもう50枚なくなってしまったということでしたね。さすが注目ブランドですね。そして私が訪れたのはその50名限定で行われたプレオープンの翌日でございます。9月15日の午後ですね。タイミングが良かったのか、私以外にはお客さんはおらず、ゆっくりと時計見ながらいろいろお話を伺うことができました。まずこれ最初にシェアしないといけないなと思ったんですけど、ブラックベイクロノのダーク、ラグビーのオールブラックスとのコラボモデルですね。あったらラッキー、実物見たいなと思って行ったんですが、まあね、そりゃあるわけないですよね。プレスリリース直後にお店に並んだとあって速攻で売り切れ、整理券一桁台の方ですでに売り切れたとのことでした。ブラックベイクローのダークは初回生産数1181本の限定モデル、過去オールブラックスのチームメンバーに名前を連ねた選手の人数分作っているとのことなのですけれども、今後もチームメンバーが増えるごとに生産数も増える予定とのことで、まあ、ただですね、銀座店オープンの日は入荷たったの2本だったということでした。そりゃ売り切れますわね、2本でしたらね。写真で見てもかっこよさかなり伝わるものがありますので、これぜひ実物見たかったんですけど、まあまあ会えずに終わってしまったという感じでございます。しかし2番目に会いたかったモデル、これは見ることができました。ブラックベイクロノの S&G ですね。以前バーゼルの2019の特集動画でも紹介しておりまして、これは絶対人気出るだろうなと予想してたモデルなんですが、これも発売してまだ間もないんですよね。なので実物見たのは今回が初めてでございます。事前の情報通りとてもかっこいい時計でございました。価格も手頃でいいですね、まあ、とはいえ70万近くしますけれども、弟ブランドということでね、ついついロレックスと比較してしまう、これがいいのか悪いのかっていうのもありますけどね、あのクオリティで70万弱っていうのは、まあ、普段ロレックス見てる方にとっては非常に魅力的なんじゃないかなと思っております。で作りなんですけど、軽量化のためだと思うんですけど、ブレスのコマはイエローゴールドだと思っていたんですが、ここ貼り合わせなんですね。ステンレスチールのムクゴマの上にイエローゴールドの薄い板を貼り合わせて作っているそうです。結果価格も控えめになっているので、これは素晴らしい戦略だと思います。バリエーションも3つとも私がいた時はありましたね。個人的に良かったのは革ベルトのタイプでした。ケース裏のパッド、ここがちょっとくどいかなとは思ったんですけれども、実際つけてみるとそれが雰囲気いいですね、出してますね。
で邪魔であればそこだけ外せるようになっていますので好みで使い分けられるという点も良いと思います。ブラックベイクロの S&G 今もあるかは分かりませんが気になる方ぜひお店に問い合わせてみてください。あと気になっていたモデル、これは個人的にというよりは人気があってなかなか実物会えないやつですが、ブラックベイの58、これはやっぱり売り切れでしたね。やはり整理券で売れてしまったとのことでした。あのサイズ感一回見てみたいと思ってたんですけれども、まあ時計は出会いということでいずれどこかで見れるでしょうということですね。まあ、今回は見れませんでした。もう一つ売り切れていたのはツートンベゼルの GMT、まあ、これもないだろうなとは思ったんですけど、まあ予想通りなかったですね。超人気モデルなのでそれ狙いで並んだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。ロレックスほどではないにしてもチューダーも正規店で人気モデルと出会うというのは意外と難易度高いのかもしれません。ちなみに私黒の S&G ちょっと心動いてしまいましたが買う決断にまでは至りませんでした。はい、そんな感じでチューダー後にしまして次に向かったのはセイコードリームスクエアでございます。最近セイコーの時計違いが見えるようになってきてちょっと面白くなってきた時期なんですよね。なのでもっとちゃんと見ておこうかなということで今回初めて行きましたね。セイコードリームスクエアは銀座和光に隣接したビル、2階から4階までセイコーブランドの時計が展示販売されています。まず行ってみたのは2階のプロスペックスコーナー。プロスペックスいっぱいあるんですよね。価格も本当にピンキーだと思います。下は1桁万円からありますし上は70万円ぐらいまでありますね。価格の差なんですけれども、ムーブメントと素材の違いということで、スプリングドライブ搭載のモデルはやっぱり高額ですね。機械式のものでもムーブメント複数種類が展開されており、その精度やスペックで価格が変わるということになっております。クォーツからスプリングドライブまで展開されているという点においては、グランドセイコーのような商品展開がされているシリーズとも言えますね。プロスペックスの最上級モデル、ルクスラインというやつですけれども、スプリングドライブのムーブメント 5R 系のキャリバーを搭載しています。グランドセイコーに搭載されているのが 9R 系、クレドールに搭載されているのが 7R なのでその下のクラスになるとのことです。ただ月差でいうとプラマイ15秒、1日でいうとプラマイ1秒以内なんですよね。でパワーリザーブは72時間ということで、グランドセイコーの QR31 とほぼ同じようなスペックなんですよね、基本スペックでいうと。なのでプロスペックスのルクスライン、高級スポーツウォッチと堂々と言っていいレベルのクオリティだと思います。なるほど、プロスペックス違いを語れる男になりたいなと思いましたね。はい、ちなみにこれも以前ニュース動画で出していましたけれども、ルクスラインの先駆け的に販売されたモデルがあって、それが機動戦士ガンダムとのコラボモデルでした。300本出たんですけれども、それは即完売だったとのことでした。プロスペックスで60万円超というチャレンジングな企画だったかと思いますが、ガンダムとスプリングドライブの合わせ技で大勝利なスタートになったというわけですね。ルクスライン、最近はオールブラックのモデルも登場しており、そちらも話題になっております。気になる方はぜひこの後セイコーの公式サイト確認してみてください。続いて4階のアストロンコーナーにも行ってみました。いや、アストロンね、すごいね、すごいと思いますよ。ボタン一つで衛星から電波受信して時間を合わせてくれる、それが世界でできてしまうというのは、いやもうなんかね、ハイテクですよね。機械式の時計とは全く違った魅力があるかと思います。もはや別のアイテムだと思いますね。ソーラー式なので光が当たっている限り電源も不要、面倒な時間合わせも不要、そしてハイテク機器的な動きがなんともかっこいいモデルだと思います。ハイテクガジェット好きな私、正直1本欲しいなと思ってしまいました。ちょっとお高いですけどね。ムーブメントの寿命もバッテリーの寿命も10年ぐらいは全然持ちますよということだったので、まあいいかもしれませんね。にしてもアストロンだいぶ小型化されましたよね。かなりでかいイメージだったんですけど、最新の 5X シリーズは 42.9mm 径にまで小型化されていますので、かなり使いやすくなったのではないでしょうか。もちろんオーバーサイズのモデルもあります。レボリューションラインというシリーズですけれども、これは 47.2mm 径と大きめです。先々代の 7X シリーズの大きさがお好きだった方はこちらの方がいいかもしれませんね。
はい、というわけで以上、チューダーとともにセイコードリームスクエアも行ってまいりましたけれども、まあ単純に銀ブラですね、まあ、他にもいろんなお店行ったんですけれども、今回はこの2つをご紹介させていただきました。また定期的にお店の訪問レポートをアップしていこうと思っております。次回以降もお楽しみいただければ幸いです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。